ちは。今日はですね、渋谷に来てるんですよ。ハチ公でわかると思いますけれどもね、今日はちょっとね、渋谷、私にとっての渋谷とか渋谷周辺っていうのをね、散策したいと思います。夏休みだからね、すごい混んでると思ってたけど、そう思いきやね、そうでもないですね。もっと混んでると思うんですよね、混んでる時は。で、日本っていうとね、必ずね、この渋谷のスクランブル交差点が海外ではね、テレビに映るらしくてね、日本に来た留学生はね、みんな一度はね、ここに来るんですよ。日本の象徴って、実はスクランブル交差点。富士山とかじゃなさそうです。私がさ、渋谷で過ごしてた頃ってさ、ヒカリエはもちろんスクランブルスクエアもなかったんですよ。まだね、10年前は工事中だった気がする。私のスクランブル交差点の渡り方、このようにね、人の波とは全然違う方向をね、毎日歩いてたんですね。時には走って、じゃないと出勤間に合わなかったんですね。ちょっと危険。私の太鼓仲間がね、以前働いてた場所だったんですね。で、その時すっごいハマってね、よく食べに行きました。チャーハンが好きだったですね。同じメニュー食べたけど、やっぱり美味しかった。ほんで、このなんか学習塾とか入ってるビル、もうね、外部なんでね、あんまり映しませんけど、ここに私の職場がありました。日本語学校があった。1年半ぐらいしか多分この建物にはね、いなかったと思うんですよ。その後別なところに、移転してしまった記憶がありますね。ここでいてね、一番困ったのがね、昼ご飯ですね。もう作って持ってくるか、買って持ってもう入るか、あとね、昼ご飯の時にもう殺到してるんですよ、どこのコンビニも。サクッと入る店がないわけじゃない、宮益坂の方に行けば。だけど、ね、1時間ないんだよね、午前の授業から午後の授業の間ってね。だから、ワゴンセールスのなんかグリーンカレー食べたりさ、ワゴンセールスとかワゴン車来てて、あとね、最後の方はなんか宅配弁当呼んでたみたいな気がするな。その時はまだウーバーってなかった気がする。このガラス張りの建物のところに、その前の校舎がありました。でも、そのビルはね、今はもうありません。建物が変わっています。はい、ここはあれですね、国連大学です。国連大学といっても、皆さんご存知の通り、大学1年生からね、入れるわけではありません。修士課程から始まりますね。ここで修士を取れば、他の大学の博士課程へ進んでもいいし、このまま国連大学の博士課程に進んでもいい。理系になりますね。環境などの研究をする機関なので、主に。で、オンボレ、そのね、今は亡きオンボロビルに働いてた時の話なんですけれども、すごいお金のない学校でね、エアコンとかつけてくれなかったんですよ。もうね、その当時の経営者亡くなってるから、あんまり言いたくないんだけど、夏も冬もエアコンつけないの。だから夏もしお弁当とか持ってったらね、ものの 2,3 時間で腐るしね、すごい暑いんで、暑いまま
もうなんでエアコンをつけないかの理由に観光保護とかね、そんなこと言ってたけどバカじゃねえの。うん、で学生授業をしてる部屋はエアコンをつけてもいいけど、あの教師があの授業準備してる部屋はもうつけちゃダメ。なんかあなたたちはお金を生み出さないからってね言ってたんだけど、いや誰に対して学生はね、何に対してお金払ってんだよっていうのを考えたらね、バカなこと言ってんじゃないよっていうね。冬は冬でね、氷のように寒くてお弁当凍るぐらいだったんだよね。すごかった。もう壁はコンクリ剥き出しだし、まあそれがね、どういうことで場所を移転するようになったかというと、大手のね、とある企業に買収されたんですね。で買収されたから移転できたんじゃなくて、移転のやっぱ一番大きい理由はすごい雨ですね、東日本大震災ですね。東日本大震災でそのまあオンボロビルがですねひび入っちゃったんですよ。私たちもちょっと避難するの本当大変だったんですけど、で避難したのがこちらの青山学院大学ですね、うん、でこちらの方のそこさ体育館があるんですけど、体育館に移動させてもらいました。でもね冬のね3月の体育館って寒いんですよね。青学の学生がこう一生懸命ボランティアでさいろいろしてくれるんだけど、寒いものは寒い。そしたらその青学に関連した結婚式場が避難させてもらえるようにボスが話をつけてきてくれて、少しずつね外れなかった学生を連れて少しずつそこに移動してね、あったかいおにぎりとか作ってもらったんじゃなかったかな、うん、美味しかった。あとボスたちがねカップラーメンを買ってきてくれたんだけどね、その時食べたのが緑のたぬきで、緑のたぬきね食べたしばらくこのねこの日のことをしばらく思い出しましたね。それぐらいちょっとやっぱショックだったんですよね。だから誰と比べてどうっていうんじゃなくて、やっぱそれぞれの人の心にどれだけのものを残したか、あの災害がね。さてではでは、こちらは渋谷からどんどん離れて表参道の方に向かいますね。表参道は、表参道駅越えたあたりからねだんだん街の中がねおしゃれになっていきますよ。表参道ですね、なんかもう立派だな。よく見りゃ気にしたことなかったけど、ここから明治神宮の方に行ってみましょうか。ここねこんな上品なところに来てるんですけど、今日私ゴリゴリの撮影用の服で来てるんですよ。だからちょっとグッチのお店とかね入っていけない。うん、入ってもさ買えるわけじゃないんで、欅の木がぶっとくてねいいですね。戦前から生き残ったって言われてる木は本当に太い、がっしりしてる。根とか見てほら、がっしりしてる。うん、細い木は戦後の木みたいよ。時々ねファッションビルからのね冷房がすごく冷たくね吹いてね気持ちいいです。ここに自宅があるとかすげえな。入るの初めてなんですよ。こんなに大きいと思わなかったな。そりゃ何百万人も正月ねここに初詣に来るわけですよね。もう歴史が浅い神社とは思えないこの大きさとか偉大さを感じますね。
本当にここはね、東京ですかっていうような自然が残ってる。東京というか都内っていうか渋谷区みたいなね、特別な場所だっていうのがね、すごいわかる。初めて来たけどね、びっくりしますよ。めっちゃ外国人ばっかり。中の鳥居が出てきました。とにかくまあ本当に立派だわ。着いた。案外イメージよりこうちまっとした感じがするな。勝手な思い込みかな。で、会釈をして帰るのが普通です。よし、帰りおみくじタイムができそうですね。だいぶ大きかった。あそこでね、早速ね、お願い事をしましょう。本殿ですね。さて、おみくじタイムです。明治神宮のおみくじはね、吉とか凶じゃないんですよ。なんかこう和歌が書いてあって、その和歌からまあ、なんかそのいい自分のね運勢を知るというか、そういう感じですね。で、何番なの2番、2番ですね。ですので2番の棚からおみくじを取ります。はい、取れました。はい、こんな感じです。このおみくじはね、ちょっと意味があってね、ざくっと言うとね、他人が見てみようが今井が悪いことをしてはなりません。誰も見てなくても神様は見てるから悪いことすんなよという意味だそうですよ。悪いことしそうに見えたのかな。北参道に入ったら急に静かになりましたね。参道がいくつかあるんですけど、入ってきた方は正参道っていうか表、まあ表参道だよね。こっちは裏参道っていうのかな、北参道って書いてあるけど、ちょっとこっちの方ね、静かな方から出てみましょう。なんとなく虫に刺されたような気もするんだけどね、なんかでも聖域って感じがする。なんかね、あからさまに蚊が飛んでない気がする。なんか昔伊勢神宮に行った時に、伊勢神宮の森の中って人が入らないんだよね。でもなんか雑草とか生えてないので、落ち葉とかね掃除しない。だそれが降り積もることによってね、無駄な雑草が生えないみたいなことをその時説明聞いたんですよね。それと似たような感じがする、この見た目が。落ち葉をね、吐いたりしないんだよね。同じことしてるんじゃないかな、そんな気がしますね。はい、茶葉を乗り入ること、入れることかな。あと魚鳥を捕まること、これ捕まえるかな。はい、畜牧をこれ狩ること。はい、右境内に置いて禁止す。大正9年11月1日、明治神宮。これ当時からのものなのかな。
なんかこう中もさ自然ななんかさ、もうすっごいぶっとい木ばっかり生えてて、よくね戦時中ここやられなかったですよね。じゃなかったらこれだけ太い幹の木残ってないと思うんでね、うん、すごい幸いなるかなだね。後期2600年で一応って話なんですけど、昭和15年らしい。もうこの後期がよくわかんないな。でも結構いろんな国で独自の年号が使われてるんですよね。ネパールとかももっとでっかいね数字だった気がする。うん、2023とかより全然大きい数字だったような気がしますね。国立能楽堂、あの野村萬斎とか泉元彌とかのやつですかね。あのこの辺古代芸能がね全然よく分かってないんですよね。情けないや。今ね明治神宮のね外苑に来てます。うん、ここら辺もさずーっとずーっとさ緑がつながってんのね。これってやっぱりさ明治神宮の土地なんだよ。もともと外苑ってさ外苑なんだよね。うん、神宮の外苑ってさその名前の通りなんだけどさ、すごいスポーツ施設、私とは大して縁がないスポーツ施設をねずっと歩いております。ただ開園前というかね神宮球場だけあってね、あのヤクルトのトラックがありますよ。昔あのちょっとヤクルト応援してたことがありましたね。野村監督の時代ですよ。めちゃめちゃ古いでしょ。もう昔昔もいいところですね。うん、そしてちょっとね由緒があるらしい家光が鷹狩りの途中この寺で休息していたところ、江戸城から飛び去っていた遊女と名付けた、うん、何愛鷹マナ鷹っていうのが飛んできて宮前の松の枝に止まったので家光は大変喜び、うん、そういう名前がついたんだ。はい、そんなわけでまだまだここは実は明治神宮なわけです。提督絵画館ですね。一応明治神宮の持ち物ということなんじゃないでしょうかね。うん、皇室ともねもちろん大きくゆかりがあるこれ絵画館なんですけど、一般人も入っていいのかな。入っていいなら入ってみたいけど、なんかさ門がっちり閉まってません？残念ですね。今日はね休館日ですね。毎週水曜は休館日。あ、今日は水曜だとバレてしまいましたね。うん、ちょっと立派だな。今度来る機会があったらぜひ入ってみたい。多分ね500円とかだったと思います、あの入るのにね。うん、500円払えば入れたはず。めっちゃ立派だな、お城みたい。今日はなんかね雨が降ったり晴れたり曇ったりのおかしな天気でしたけれどもね、まあ延々と暑く照らされるよりはちょっと涼しいのかな。蒸し暑いです。で、まあ、一応この外苑をねゴールとしてねまた渋谷に戻ってなんかね食べ物でも買って帰ろうかなと思います。新しいものに変わってるはずなのに大きく変わってないのがなんか、まあ、あの渋谷とかね、あの表参道とかそこら辺だなと思いました。はい、いやー疲れたな、少し座るか。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ああやって
て選手が来るのを待ってんだね。